漁業を専門的に学ぶ海洋高校の生徒たちが元日の地震で被害を免れたノドグロの稚魚を放流しました。海洋高校の生徒たちが飼育している高級魚ノドグロの稚魚、2018年から近畿大学と共同で研究を行い、卵の孵化から稚魚になるまで飼育を続けてきました。こうした中、元日の地震で稚魚を飼育していた富山県の実験場が被災したほか、学校で保管していた多くの稚魚が死にました。今回その中で生き延びた稚魚8000匹が生徒たちの手で海に放流されました。地震乗り越えてくれたんで、無事放流も完璧にできたんで、ちゃんと成長してくれていると思います。放流された稚魚は2年から4年ほどで成魚に育つということです。